つなったら、今、じゃあ、指示しまうの？はい。どうでいくか、あれ、いや、はい、よかった。あんまり、これ、ありますけど。インターネットで、ユーストリームするグラウンドでも昨日は79.7と言っていますけど、79.7グラウンドとかちょっと聞きませんので、そういう方がツイッターに入りますので、コメントどんどん書いていきたいと思います。ということで、本日のオープニング1曲は、ポーリーテニス、マハロ。追求したところのことはどんどんごめんなさい、どんどんごめんなさい、どんどん割れて、どんどん割れちゃうね、言っちゃいけない。ハワロ、ハワロ、ね、ちょっとあの
番組ね、マジで、ヘッドバンっていう、2番のマッハボン。目が覚めると大体あのなんかおかしいっていうところに行く可能性がねということで、それね、日14日、明日が15日、あさってが16日ということで、日曜日、9月16日、日曜日は皆さん、何の日か分かってる？あの日、あの日、そうそう。これね、あのね、あの、見えてる人が、行きやすい社会。行きやすい社会とか、行く場所じゃないよ。生きる、こう、ね。社会って、言うと、じゃなくて、言葉が、あの、ね、こう、なんか、でね、今年はね、元ミス沖縄さん、
浜鳥の中澤八平さん。ミスの浜鳥の中澤八平さん。浜鳥のモデルさん。興味持ってもらいたい。でもそういう人が興味持ってくれて、私も興味ゼロだったら、こういうのも働きないし、リスキーな部分もあるんですから、自分のものは。そう。聞いていたら、なんか、まず、家、それ、それと、アンシンダーといって、はい、つき、ね、体とか、体の性とか、いろんなものを、目指した方と可視化をバイクシャットのまあプロセッシャルのものの T という、クッとやりますけれどもその、1年に1回日本では4番目のキーというふうにいただいているんですけれども大きいイベントの、まあタレントで、あ、ちょっと、何年前だろう、なんて言ったら、聞いたら分からないんで、勘弁してください。はい。むしろ、ね、普通の聞き方、朝見むしろ、朝見むしろ、ちょっと、レギュラーになっちゃう。レギュラーから、レギュラーと一緒にレギュラーで、やっぱ、普通のね、ビデオやったら、はい。名前言いませんか、ね、普通の放送局です。ね。はい。ちょっと、こちらの方が聞きますけれども、朝とみむちゃんでレズ寄りのということでみんなを知ってさってるんで今年ねそっちのすごいスーパースターなゲストとかことがつけるけれどあのビデオレターという形でねそのビデオ出演するんですけれども場所がまあ今なんですけれども5時までやってますえみんなでやってます。ちょっと那覇市の国際に全部前の広場のポケットポケットパンスカの広場ないとね、天秤の前ってないとないとね。そうですね。うん、そこで、まあ、あそこ、はい、ありますね。そこでビデオが流れます。お結構、みんな、みんな、行きたいと思います。まあ、ちょっとね、もうある超ちょっとスーパー名で、もう超分かっても言わない。あの、タイミーで、もう、さっきの人、もう、あの、人しかいない。で、さっきの人、あれ、流れ、はい、来て、はい、そこはもうちょっと、ね、ちょっと、ね、私もね、届かないということで。よろしくあさって9月16日11時午後5時までまあ5時までなんですけどステージとステージが5時まで
以上ございます。あとそれと、ね、2時間の2回もアウトインジャーアウトインジャー写真があります。こちらの時の写真で LGBT のワンタンとか、はい、してる方してない、してない、いろいろとしてる方のなんのイメージ写真なんていうのあるでしょ、はいはい、とアピールしてる白いや本当にアンディオとかクイーンチクイーンいっぱいあの展示のも無料で気づき当たって9月16日の、ピンクのレッドピンクのカップと当たる方によってみんなね人っていうのをピンクがぜひぜひ終わるっていうね、みんなに当たって洗いやあなんとかなっていうよりも一緒に参加する方が増える方が後日会場に来て会場に来てね CM イングですね。マスマスマスピッツなんですね。俺がピッツくさい。リアルになんか変だよ、ダメよね。うん。そうだね。他にも言ってます。結構には、ね、読めないあのこともあるんで、それはちょっと飛ばす。アンコクユシムさんがピンクカーペット、そうなんですよ。じゃあ、ガモリさん、そうなんですか。そうなんですよ。私、なんですか。あのこれね、いいことだとだね、ヒロミさん。いいことだと、ちゃんと発案したのだと。ちゃんと、どうでもいいんだよ。実績の名前が残って、永遠に続いて、100年後に読むのと、それだとして、いいですね。ベニーの僕とか、本当に銅像だと、なんか石炭にされて、あれを取っちゃったんだよっていうね。今も来なかったら、はい、その後の青木君の感情づくり今ってないんだよ、今にそんなにないんだよ、はい、どうするんだろうね、期間で大変ですからね、向こうから来たからね、分かったのも、まあね、頭の中になんていうんだろう、まあ、ない、そこに、ね、持ってきてね、よくさ帰ってねね、そんなふうに
あるよ。あれ、投函も含めて、投函と言われてた人が、そういう事実を取ったって、ハゲでしょ。あの、デコイロケは、その中が多いから、うん、大丈夫よ。デコイロケは、たぶん、頭が大丈夫です。と意味があったです。ね。あれだ、言っちゃいけないこと。それから、病床の方が、まあ、この近く
あの下に。あの下に。F、誰かを聞いて、するけども、そこで F、誰かと注目したのは、LBT の、という、要するに、施設とかグループホームで、ぜひ注目していただきたいと思います。全部に、あんまりこんな取り上げてないんでね。線の上にまっすぐ歩けってね、はい、ちょっと立ってる感じだったね。まあ、まあね、いるけれども、具体的な、そんな、ね、なんか、言うたり、キャッチブレーズ、